はい、ともゆたです。今回は、こちらのタイヤマーカーというペンを使ってタイヤ あのホワイトレター、ここですね、タイヤのここに、僕ハンコックなんでハンコックってやつをこう塗って塗るやつかっこよくするやつです。で、これ昔の前の車で使ってやつなんで残ってるかわかんないんですけど、一応これを使っていきたいと思います。はい。で、僕のタイヤにはここにハンコックって書いてあるのと、こっちにベンタス RS4 で、ここにハンコック、ここにもベンタス RS4、 4箇所あるんですけど、4つやったらちょっとやりすぎ感あるんで、このハンコック、体格のこのハンコックを2箇所塗っていきたいかなと思います。はい、早速ちょっと塗っていきます。このなんかハンコックのマークかな、これなんか W みたいな、これもちょっと塗っていこうかな。はい、塗っていきます。早速これね、はみ出しちゃうんだよね、経験者は語る。あー、これすごいはみ出る、まずいね、これ塗りにくいね。で、これ普通に乗ってる方はいいんですけど、まあ僕らみたいにサーキットとか行く人はそのタイヤを潰すじゃないですか、コーナリング中とかで。タイヤが潰れるとサイドウォール、ショルダーも潰れてくるんですよ、走行中に。で、そうなるとこのホワイトレターで塗ったところがやっぱ路面につくんで、全部白いの取れちゃうんですよね。実は特に扁平が35なんで、まあ薄いんで、はい、剥がれちゃいます、消えちゃいますね。一応塗ったな、こんな感じで。で、この角っことか細かいところは結構難しいんで、確かね、付属のね黒いペンがついててどっか行っちゃったんですけど、はみ出たとこはその黒いペンで塗ると見えにくくなるんで、多少はみ出ちゃっても大丈夫です。で、あとはね、なんかでちょっと削ってあげると、こすったりすると消えるんで、まあ、微調整はそういう感じでやってあげるのが好ましいですね。これ俺難しいところ塗ってんな。ベンタスの方塗った方がこれいいな。このハンコックっていう文字がへこんでるタイプなんですよ。陥没しちゃってるんで。ベンタスっていうのはこう出っ張ってる。そう、出っ張ってるというか、そうそう、そういう感じなんでベンタスの方を塗った方がこれ塗りやすいかもしれない。で、この液体の正体は何なのか分かんないんですけど、なんか修正ペンとかあるじゃないですか、それのなんか液体に似てますね。いや、これ地道だわ、本当に。最近もう暑くて暑くて作業するのが嫌になっちゃいますよね。まあでも多分次の次あたりぐらいはちょっとマフラーが届くんじゃないかなと思ってワクワクしてるんですけど、
た多分取り付けが9月ぐらいになるんで、台風がちょっとやっぱり心配なんですよね。台風が来なければいいんですけど、来ちゃうと取り付けできなくなっちゃうんで、自分でやるんで、お店なんか頼めばね、雨でも関係ないんでしょうけど、で全国オフも一応行くんで、 VAVM のその頃までにはマフラーを変えておきたいなという俺のささやかな願いなんですけど、ちょっとフルチタンマフラーを見せびらかしたいなということなんで、そうそう、あとオフ会もやるんでね、その頃までに変えられたらね、ちょっとお披露目できるんですけど、それまでにできるかな。一応ね、マフラー自体が8月末に届く予定ではいるんですよ。はい。なんでね、ちょっと楽しみにしてるんですけど、どうなのかなっていう。暑い。セミの鳴き声がすごい。あともうちょっと。これ補修っていうか、周りすっげえはみ出てるからちょっと手直ししないとダメだな。最初から大雑把に塗って、後から周りをこう黒いペンとかで塗ったり、またこう爪でちょっと削ってやれば簡単にポロポロって取れちゃうんで、簡単ではないかな、取れるんで、もうちょっと、いやー地道だわこれ。なんか腰が痛くなってきた。うん、大体こんな感じ。濡れたかな。いや、すっげえはみ出てるこれ。すげえ雑。可愛くなっちゃってる、文字がふにゃふにゃってふにゃ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 ってなってる文字が、という感じでちょっとこっち側もやっていきます。はいはい、一応今塗り終わったんですけど、やっぱ字体がね、なんかちょっとなんかふにゃっとほんわかしてるんで、周りにはみ出ちゃってるせいで、でこれからちょっと普通のマッキーペンみたいな感じなんで、油性のペンなんですけど、でちょっとこのはみ出てるところをね、こうやって塗っていくと文字が結構ねキリッと見えてかっこよくなるんですよ。経験者は語る。はい、これでね、すごい地道なんだけど、まあこれやってるとやっぱ多分結構目立ちますよね。目立つ車に仕上げる。本当はね、ホワイトレターっていうと文字が切り取ってあって、あれスプレーで拭いたりするのかなっていうのも売ってますよね、オークションとかで。あ
れだとちょっと多分文字が太すぎて、あのコテコテの走り屋16インチ17インチでやってる人だったらいいんですけど、扁平がねどうしても35なんでちょっとはみ出ちゃいますよね。いやー地道、しかも腰が痛いという。なんか手が悪くなってきたな、黒いの。畜生。ちょっと白いのがね、先っちょに映っちゃってんだよね。手が悪い。じゃーん。どうですか、この。さっきよりすごいはっきりしてないですか、文字が。キリッとこうシャープになった感じで、まあ、近くで見ると結構ねあの不細工なんですけど、こういう感じで、はい。でね、普通のマッキーだとね多分ねやっぱりインクがだんだん出なくなってきちゃって、多分付属のペンがついてると思うんで、それを使ってあげた方が確実です。はい。でこんな感じでちょっと全部のタイヤやっていきたいと思います。はい。で今度はちょっとベンタスっていう方の文字塗りたいんですけど、分かります？これこのハンコックはさっきへこんでたんですけど、ベンタスっていう方の文字はへこんでないんですよ。だからこうやって結構塗りやすいけど、はみ出しやすい。難しい。このペンがねもうちょいこの白いのが細くねできてたらいいんですけど、太いんですよね。まあでもさっきのハンコックよりは塗りやすいね。このタイヤやっぱりでも結構街中とかで結構見ますよね。結構普及してきたんじゃないかなって思います。まあ正直コスパいいんでね、やっぱり絶対的グリップっていうと結構国産ハイグリップに近いようなグリップはしますからね。ただ熱の入りが遅いんで、まあちょっと気をつけてくださいっていう、ちょっと硬いんでタイヤが、ような感じですよね。もうちょっとだ。すごい腰が痛くなる。そうそう、これね RS4 じゃなくて RS4 なんですよ。結構 RS4 だと思ってる人いるんですけど、まあ、細かいこと別にいいんですけどね、一応 RS4 っていうタイヤです。
いや腰が痛い。よし濡れた。なんかちょっとこっちの方茶色いな。はい、オッケー。はい、これで今一応全部終わったんですけど、途中からねこのボールペンとこのペンを駆使してこれでほじほじして取ってちょっとペンで仕上げるみたいな、はみ出るとこをねやりました。一応4箇所全部終わりました。こっちがこのハンコックの柄、こんな感じで、ここがベンタス RS4。でベンタスの方が塗りやすいんで片側は全部ベンタスで塗りました。こういう感じ。左の前だけハンコックっていう文字の塗ってるんですけど、こうやって遠くから見ると全然わかんないんで、あ、なんかちょっと白いなみたいな感じなんで、別にそこは気にしてないです。はい、でこんな感じでホワイトレターはの動画は以上です。はい。